私たちの肌が追いつくのかしら。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日はパールラメグリッターをおばべが使うときということでやっていきたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。パールラメグリッターってなんか違いが分かんないって結構ねおっしゃる方が多いと思うんですよ。私もこれなかなかね説明しづらいな、難しいなと思っているところではあるんですが、まあ説明しながら、あと私たちおばべって私伝えさせていただいているのは、年を取ってくるとくすんでくるじゃないですか。若い時と違ってくるでしょね。そうするとよくイエベとかブルベとかっていう風にね、似合うカラーが私はどっちなのかしら、ブルーベースかしら、イエローベースかしら、なんて言って気にする方いらっしゃるんですけど、そもそもねくすみが出てくるとイエローベースだった人もなんか、ちょっとよくわかんない、なんか似合う色が変わってきたぞとか、なんかちょっとしっくりこないな、色がちょっと分かりづらいなみたいな感じになってきやすい、そういう人をもう総称しておばべって、おばさんベースになってますよっていうことでね、もうそういうふうにお伝えさせていただいてます。それがおばべと言います。私の造語でございます。はい、ということでね、おばべが、パールラメグリッターをどのように使ったらいいかなっていうことを含めて、今日はちょっとお話ししようかなと思ってます。まずですね、パール、私はよく目の周りのシワとか目のまぶたのたるみ、まぶたのたるみが気になる人はパールのアイシャドウを気をつけてくださいねっていうふうにお伝えしています。それがなぜかね、ちょっとねパールのちょっと説明まずはしますね。こちらセザンヌのトーンアップアイシャドウ06番っていう色です。この色すごい綺麗、すごい可愛いですね。好きな色なんですが、ちょっとねやっぱパールがすごい強いんですよ。ちょっとこちらの色をね試しにちょっと塗ってみますね。ここにちょっとここに塗ってみましょうか。わかるかな、こんな感じ、こんな感じ、すごいギラギラしてね、ツヤは出るんですけど、同時にシワがはっきり目立つの分かりますかね。こういう風になりやすいので、目元の周りとかたるみでね、私のまぶたとか結構こう分かるかな、見えまぶたになったり してるんですよ。こういうところにやっぱりね、やっぱりこういうちょっとパールの強い成分のものを入れてしまうとシワが目立ちやすいよ、たるみが余計目立つよ、特にねこのまぶたのこういう上側のね、この上側のこういうとこがたるんでくるでしょ。そうするとここがねポコってこう出っ張ってる状態になるので、出っ張りが余計目立つので、たるみを余計に目立たせることになりやすいから気をつけてくださいねっていうふうにお伝えさせていただいてます。でもパールでもやっぱり上品なパールだったらやっぱり使えなくない、綺麗なんですよ。っていうことでね、じゃあどんなパール選んだらいいかっていうことで、こちらも同じくセザンヌさんのベージュトーンアイシャドウ04番です。ミモザベージュです。はい、こちらのこれがね少しパールが入ってるイエローカラーなんですけど、こちらをちょっと乗せてみましょうか。はい、こちらにちょっと隣にね、こちらパールが入ってるんですけど、ちょっと優しいパールで、まあね、こちらも少しシワは目立ってきますけど、わかりますかね、こんな感じ、わかる、こんな感じですね。はい、これぐらい細かいパールだったら細かくて品のいいね、そんなにギラギラしすぎないパールとかだったら割とね使いやすくて、ちょっとツヤも出るしいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。続いてラメです。パールとの違いはっていうと、パールって粉なんですよね。どっちかって粉を固めプレストしているもの、光るもの、光る素材のものを粉にしてプレストしている状態のものがパールで、ラメは粒感がちょっとはっきりしてきます。例えばですよ、こちらですね、同じくこちらの
パールはこちら使ったんですけど、こちらがラメです。ラメ、こちらちょっとね、わかるかな、キラキラしてるのわかる、こんな感じ、こういうのがラメですね。そしてこちらね、グリッターって皆さんご存知でした？こういうやっぱこういうやつ、こうちょっとリキッド状のものが多いんですけど、わかる？これはね、かなりもう粒がでかい、大きいからもうキラキラ度合いがもうガツーンとキラキラする感じ。だからちょっとかなり華やかになりますよね。だから私たちオバベにとってはかなりハードルが高くなる。私たちの肌が追いつくのかしらっていう感じで、ちょっとね、心配にさえなる感じの粒感よね。これは私はほとんど使うことがないけれども、ちょっと今日はあえてね、今言ったパール、ラメ、グリッターをですね、使ってメイクをしてみようかなというふうに思います。はい。こちらのセザンヌのアイパレット使ってですね、メイクをちょっとしてみますかね。はい。ちょっとだけこのマットのオレンジを少しベースにふわっと入れときます。ふわっと、はい、パールのちょっと黄色をちょっと入れかけていきましょうか。こちらですね、あのパールとかってちょっとね、あんまりいっぺんに置くとあのギラギラする場合があるので、少しずつやっぱりかけるの方が綺麗です。少しの量を結構往復塗りするとツヤってツヤが出てきたりするので、それぐらいの感じでいいと思います。あんまりつけすぎるとね、ギラギラやっぱりしすぎちゃって逆効果っていうことがあるからね、シワが目立っちゃったりするから、ちょっとつけて、こんな感じで。そしてラメですね。ラメ、こちらちょんちょん、ちょっと目の中央に、シワがあるからさ、こういうのって難しいのよね。ちょっとね、今思った、やってて思ったんですけど、このラメ感って若い子ってここのね、眼球の出っ張ってるところにポンポンって置いたりするじゃないですか。かわいいのよ。だけど私たちって結構もうシワとかたるみとか弾力もないので、なんとなくなんだけど、もう自分自身にラメを入れるとしたら、やっぱりちょっと散らしたい、固めないで散らしたいかなと思った。なんとなくラメを入れてますっていう風に主張するよりは、バケコさんの目元なんかキラキラ光ってる、えれ、なんかつけてるの、んみたいな、そんぐらいの感じだから、ラメを少し全体に散らす。あ、なんか光ってる。あ、なんか光ってる。なんかこんな感じの方がいいかな。光ってるのがわかるかな。わかるかしらね。うん、そんな感じ。じゃあグリッター。グリッターはね、ハードル高いよ。よく若い子たちは涙袋のところに置きますが、私もやってみる、ちょっと。あ、怖い、あ、怖い、あ、怖い。これはね、もうこんなもんでしょう。これもあれですね。あ、でもなんかさ、やっぱキラキラするとテンション上がるっていうのはわかるわね。でもシワの近くだからちょっと怖い、やっぱり怖い、注目しないでっていう気持ちにもなる。これが可愛いかどうかはちょっと謎よね。グリッターは使いこなせないですかね。ちょっと待って、考えるわよ、使いたいわよね。ちょっとこっちの目にアイラインの端っこにちょっと散らしてみる。
ちょっとわかんない、うまくいくかどうかわかんないよ。いや、目下だな。ちょっと待って、見てみるね、客観的に。目の下に入れようが目尻に入れようがあんまり変わんなかったけど、でもこんだけ少量だったら、まあたまにはいいんじゃないの。こんな少量だったら、ちょっと勇気を出してもっといっぱいつけてみようか。勇気を出してもっと、だから若い子本当はもっとこれぐらいつけるんだろうけど、ちょっとこれぐらいいくとね、違和感あるわね。でもこのぐらいだったらいいんじゃない。目の、縁であろうが中央で、黒目の下側であろうが、ほんのちょっとこのぐらい、あ、なんかつけてるバケコさんぐらいな感じ。っていうことで、下ちょっと塗ってみましたがどうでしょうか。うん、まあね、今日はちょっとパールとラメのとグリッターの説明だったので、超ナチュラルメイクにちょっと乗せてみただけだったので、少しねやっぱり違和感ありますよね。超ナチュラルなメイクにこのグリッターっていうのは結構違和感があるかな、なんか馴染まないっていうかね、っていう感じがあると思うんで、つけるにしてももっとしっかりしたメイクの方がいいかなっていう気がします。パーティーだったりとか、デートとか、そういうな時にね、ちょっとたまには大人だってね、チャレンジしてもいいんじゃないでしょうか。はい、パールラメはね、何日を使いで物選びさえ失敗しなければ、オバベでも十分使えると思うので、ぜひどんどん使ってみてください。今日はオバベがパールラメグリッターを使う時っていうことでやってまいりましたが、オバベといえば、私3月21日に脱オバベという本を出版させていただきます。はい、オバベの、私たち仲間の7人のモデルさんをですね、実際にモニターという形で参加していただいて、約3ヶ月間メイクアップとボディメイク含め生活習慣を見直したり、いろんなことに取り組んできた、まあ、記録でもございます。皆さんもぜひ買ってみてください。よろしくお願いします。今もう Amazon で予約受付しておりますので、概要欄に貼り付けておきます。ではバイバーイ。